成形作薬弾は、成形作薬を用いた、砲弾、弾頭である。モンドウ、ノイマン効果を利用しており、主に対戦車用砲弾及び、対戦車ミサイルに用いられる。戦車を標的として開発されたことより、対戦車榴弾と呼ばれるが、対潜水艦兵器の弾頭としても使用されている。アップフスズなどの運動エネルギー弾に対して、化学エネルギー弾に分類される。 成形作薬団の模式髄一風棒で空気抵抗を減らし射程を伸ばす。ただし格好法用はスパイクノーズタイプが多い。ニップローブ。メタルジェットを阻害し内容中空の内部構造を持ち、目標との最適距離で起爆するように長さが決められている。3金属の内張りメタルジェットを発生させる。4起爆薬。作薬の後部に置かれ、作薬を 後部から起爆する。五円水系のくぼみを持つ作薬。紋炉効果を発生させる。衝撃進化で着弾と同時に起爆薬を起爆させる。成形作薬弾は、円柱状の作薬の片側をロート状に凹ませ、そこに同様な形状に金属板を装着した形状をしている。凹ませた側と反対側から起爆させることで発生した。 バクトドロキ派によりライナーは動的超高圧になり、崩壊する。金属のような個体でも湯ゴニお断性限界を超える圧力にさらされる場合、液体に禁似した挙動を示す。この結果、バクトドロキ派の進行に伴いロート中心に発生したスタグネーションポイントによって底部から先端まで絞り出されるように液体金属の超高速分流が起こる。これが、モンロー。 ノイマン効果である。バクとドロキのみが進行していくと生成されたジェット自体は速度勾配によって細長く伸び、やがてブレイクアップする。最もよく用いられるライナーをどとしたモデルの場合、一般に約8秒速9キロメートルの高速のメタルジェットとなり、戦車などの走行を進徹する。その原理は接触したメタルジェットの運動エネルギーで今度は、 走行との相互作用面が、湯後にお断正限界を超える超高圧状態となり、走行材自体の機械的強度は無視され、ほぼ液体として振る舞う中、ジェットが突き進むためである。これは、走行浸透る技術として、アプフスズ登場以前の運動エネルギー弾とは異なった威力を示している。進行するジェットはやがて速度と圧力が減少し、断片化し浸透る能力を失う。 最後に、ジェットになりきれなかったライナーがスラグとして飛んでいくが、すでに実用上の効果は失った残死である。このことから、ジェットが走行を貫徹して内部に侵入しても、それだけでは、ジェットの軸線周囲しか加害できない。弾体が高速で先転していると、その干渉で、メタルジェットの収束が阻害され断片化しやすくなるため、 格好法や低所速の試乗法からの発射が望ましいが、現在では、スリップリングの取り付けにより数 RPM 程度の回転数に抑えることで、高所速大口径の試乗法から発射された場合でも、効果を大きく減ずることはない。この場合、弾道安定は、アップフスズ同様に安定翼により行われる。なお、浸透力を増すためには、 弾頭を大型にする以外に、ロート形状やライナーの加工精度の改善のほか、効率よくメタルジェットが生成する、要、球面爆とドロキ派を平面波とするため不活性物質のウェーブシェーパーを組み込んで爆速を調節したり、爆速の異なる2種類の策略を組み合わせた爆薬レンズ構造を用いたりしている。将来的には、より高爆速の策略を用いたりするほか、 ライナーをどうより高密度高遠征なタンタルやモリブデンなどの合金に材料を変更するなども研究されている。別の工夫として浸透露土地を塞ぐ恐れのあるスラグ排除のためインヒビターを装着することもある。成形作薬の走行浸透原理とこれによる装甲車両への破壊効果について高温のガスメタルジェットによって装甲を溶かして穴を開ける。 高温のガスメタルジェットが車内に吹き込むため、これにより車内が焼き尽くされるというような誤解がなされていることがあるが、前述した通り、走行が液体として振る舞うのは主として温度ではなく圧力による。メタルジェットは液体として挙動するが、型小の金属そのものであり、断熱系のため、ジェットの発生しているような短時間に爆発の熱が、 走行に連動し溶涌するほどの高温にはならない。確かに衝撃インピーダンスが低い物質は動的なエネルギーなどで圧縮を受けると熱に変換されやすい。この現象は宇宙船の大気圏再突入時にも起こる。大気圏突入時に宇宙船は高温にさらされるが、この時の熱はここで挙げたような大気が進行方向への圧縮によって 高温のホットスポットを生みそれが機体に複写されることによるものである。また、超高速の領域では、衝突時の作用面の温度上昇は無視できないパラメータとなり、例えば個体でも相対速度秒速 10km 以上の衝突を再現する軌道プラットフォームのホイップルバンパーへの対レブリ実験では、当社体とバンパーの命中箇所が高圧と高温により、 蒸発してしまうレベルになりうる。しかし、金属をはじめとした固体全般のような衝撃インピーダンスが高い物質と通常の成形作薬のメタルジェットの速度領域という条件下では受けた動的エネルギーは熱より圧力に変換されやすくなる。その結果として動的超高圧が主な要因となって走行に蘇生流動を引き起こす。 破壊効果に関しても、前述のように、メタルジェットが装甲を貫徹して内部に侵入しても、加害効果が及ぼされるのは、ジェットの進行方向とその軸線周囲のみで、メタルジェットのみで、閉鎖空間内の温度を、可燃物の発火が生じるほどに上昇させることは、不可能である。ジェットの浸透力から、爆風や断片などが吹き込むことがあれば、それによる加害が生じるが、 メタルジェットの特性上浸透力をは細く長いものとなるため、装甲板や壁面などが弾頭の一時炸裂そのものに耐えられるのであれば、外部から爆風や断片が大量に吹き込んでくることはなく、それによって内部が広範囲に加害されることは通常はない。対戦車榴弾は現在のものでロートの直径の約5から8倍、第二次世界大戦期のもので2倍程度の、 品質圧延鋼装甲を貫通することが可能である。着弾時の速度によらず貫通力が一定なため、遠距離射撃用の戦車砲弾や、速度の遅い対戦車ミサイルなどに用いられている。防護柵を装着した STR、STRV-103C 多種な兵器に搭載できる、長所を持つが、門ン効果の有効距離がわずか数十センチメートル程度であり、それを逆手にとって、 装甲の数十センチメートル手前に鎖のカーテンを吊るしたり、削上の装甲を装着しておくだけで新艦の作動タイミングを誤らせ、威力の大幅軽減ができてしまう弱点がある。しかし、最近では二重または三重の弾頭を備えたタンデム弾頭と呼ばれるタイプや、大抵の兵器の弱点でもある上部を狙った、ホップアップするものなどが採用され始めている。 蒸気のように成形作薬弾は、動的超高圧により蘇生流動を生じさせることが、主たる効果であり、アップフス図の浸透る原理にもつながるが、現代においては、対 MBT 用の砲弾としてはヒートではなく、アップフス図が搭載されることが多い。その理由として、ヒートは、数値上では、アップフス図と、同程度の威力を示すが、現在の MBT に多く使われる。 複合装甲に対しては、アプフスズに比べ有効ではないことが挙げられる。これは、メタルジェットがアプフスズの浸透ルタイに比べ質量が、著しく小さく、個体としての挙動ではないことにより、複合装甲の持つ、衝撃インピーダンス勾配界面の影響を受けやすい。ほか、複合装甲に用いられる、セラミックのユゴニオ断性限界は、鋼鉄の10倍以上であり、 メタルジェットの圧力ではこれを超えることができない。さらにセラミックは原子間結合が強く古典的破壊理論における亀裂の成長速度がメタルジェットの速度よりも遅いためメタルジェットはこの結合力を引き裂きながら進まなければならなくなり実質的にはセラミックはアルミナ化合物としての理論上の理想強度を発揮しているのと 同じになり、メタルジェットのエネルギーが減衰してしまう。陸上自衛隊の 105mm 多目的対戦車榴弾近年の戦車では多目的対戦車榴弾が装備されていることが多い。これは、爆薬のエネルギーの70%以上がメタルジェットにならずに周囲に飛び散っているのを利用して、弾体のメタルジェット形成を阻害しない箇所に、高級やワイヤーを重付し、 爆発時に周囲に飛散するようにしたもので、榴弾兼用として使用される。ただ、同口径の榴弾と比較して、威力で劣る。アメリカの M830A1、多目的対戦車榴弾などは、レーザー近接新艦を持ち、ヘリコプターを撃墜することすら可能だとされている。アメリカの M50 や日本の97式魚雷などの最新型魚雷には、 整形作薬弾頭が用いられている。これは、潜水艦の耐圧尖閣の強化、二重化に対抗する、目的のほか、魚雷の誘導精度の向上により、船体への直撃が見込めるようになったためである。RPG-7 用の PG-7、VR タンデムヒート弾。先端部のやや太めの部分が、サブ弾頭、中ほどの太い部分がメイン弾頭である。 近年の砲弾やミサイルの弾頭では、成型作薬を2段構えにして、大型のメイン弾頭の直前に、小型の弾頭を配置したものがある。これは、成型作薬弾防御のための爆発反応装甲に対抗するためである。小型のサブ弾頭があらかじめ爆発反応装甲を起爆させ、その後にメイン弾頭が突入することによって、装甲を打ち破る。 ロシアの戦車に搭載されている 125mm 戦車砲用の砲弾には2弾ではなく3弾が前になっているものもある。タイミング調整のため高度な電子技術を要し弾頭同士の相互作用を防ぐ核壁技術も必要である。このため生産費用が高い。低軌道においてスペースデブリの平均衝突速度は秒速 10km 最大で 秒速 16km にもなるが、通常の一段式化薬法では、秒速 2km しか出せず、速度が足りない。JAXA では、インヒビター付き成形爆薬で、秒速 11km の第二宇宙速度を超えた、飛翔体を作り出すことに成功している。飛翔体は、個体ではあるが、飛行距離によって、形状と密度が変化することが指摘されており、 試験結果においてはそのことを加味する必要がある。ロシア製 3BK29 製形作薬弾直径1 2 5ト、mm、ルのこの砲弾は、T-64、mm、以降の戦車砲から発射される1910年に発見されたノイマイ効果は、モンロの改良を経て実用化への道を歩む。まずは、コンクリート統治下を破壊するための公平資材としての運用が試みられた。 第一次世界大戦で登場した戦車の装甲が、一般の榴弾や対戦車ライフルで手に負えない存在になると、整形作薬弾を低所速の方から発射したり、吸着地雷などとして、対戦車戦闘に利用されるようになる。特にバズーカやピートのような簡易な発射装置でも、対戦車戦闘が可能になったのは、不評の対戦車能力を飛躍的に向上させることになった。 ただし、成形作薬の原理上大きな弾頭直径が必要不可欠であるため、後継の小さな銃砲で用いるには、外装式の敵弾銃を用いる必要があり、後に、パンツァーファウスト RP、RPG-7 のような形式に発展した。ありがとうございます。